ALS 電気化学アナライザー専用ソフトの機能のうち、 CV 測定データの解析方法と測定済みデータのテキスト化についてご紹介いたします。まず実験が終了し、こちらのアイコンをクリックしますと、ソフトウェアの自動解析機能によりベースラインの外装線とピーク頂点からの垂線が描かれ、ピーク電位、ピーク電流などがこちらの右下に青字で表示されます。さらにこれを手動で解析したい場合、メニューバーのグラフィックスのマニュアル結果を選択すると最初のセグメントだけが現れます。矢印の先端をベースラインに合わせてドラッグ操作を行うと、外装線が引かれ、自動的にピーク頂点からの垂線がこのように引かれて解析が行われます。2つ目以降のセグメントで手動解析を行う場合は、グラフィックスのグラフオプションまたはこちらのグラフオプションアイコンをクリックし、例えばセグメントボックスの両方に2を入れると、このように2番目のセグメントだけ表示されますので、この状態で同様に解析を行います。こちらはセグメントの選択を戻しますと元の状態に戻ります。次に過去に測定した他の実験データと重ね書きして比較を行いたい場合、グラフィックスの中の新規重ね書きプロットを選択し、重ね書きしたいデータを選ぶとこのように重ね書き表示されます。重ね書きした曲線を見てみますと、リストが、こちらの右下に色分けで表示されています。そしていくつかは電流の大きさが大きいため、曲線が表示の外に及んでいます。このような際は、縦軸をこのようにドラッグすることで、簡単に収めることができます。またこちらのグラフオプションアイコンをクリックし、 Y 軸固定にチェックを入れた後にこのように数値入力することでも範囲指定が可能です。元に戻す場合はグラフオプションの Y 軸固定のチェックを外します。さらに重ね書きされた中にデータを追加したい場合には、グラフィックスの中からデータを重ね書きに追加を選択し、重ね書きしたいデータを選択します。これは複数個データを選択し重ね書きさせることも可能です。この重ね書きデータはこの白いデータプロットボタンを押すと元の状態に戻ります。なおグラフィックスの中の新規パラレルプロットを選択すると複数個のデータ曲線を一つの画面にタイル表示させることも可能です。こ
こちらは電位軸や電流軸が大きく異なるデータ同士の比較にお使いいただけます。このパラレルプロットもデータプロットボタンを押しますと元の状態に戻ります。なお、データを画像として他のソフトウェアに貼り付けたい場合には、こちらのクリップボードアイコンをクリックします。最後に測定済みで実験データのテキストファイルへの変換方法についてご紹介いたします。こちらのデータリストアイコンをクリックしていただきますと、今表示されている実験データの内容が表示されます。内容としましては、まず実験した日付や装置、実験の条件、酸化還元ピークの情報が記されており、その下には実験の生データが記されています。この生データの内容はこちら、ファイルの、テキストファイル形式で、有効数字の変更や電荷量データの追加などが行えます。この内容をテキスト化する際にはファイルの中のテキストに変換を選択します。変換したいデータを選び、開くをクリックすると、元あったフォルダの中に、テキストファイルとして出力することができます。